皆さんこんにちは、内山でございます。今日はですね、リサイクルビジネスについてお話をします。日本語でですね、もったいないという言葉、よくね、子供が食べ物を残したりなんかするとね、使ってしまいますけども、このもったいないという言葉に非常に感銘を受けた方がいらっしゃいまして、2004年に環境分野で、初のノーベル平和賞を受賞しましたケニア人女性のワンガリー・マータイさん、この方が2005年に来日した時にですね、このもったいないという日本語、非常に感銘を受けまして、この美しい日本語を、環境を守る世界共通語として広めようではないかということで提唱したんですね。で、このホームページもでありますので見てみますと、3つの R、環境3つの R ということで、リデュース、それからリユース、リサイクル、リデュースっていうのはゴミ削減、リユースっていうのは再利用、リサイクルは再資源化と、この3つの R があると。で、さらにですね、かけがえのないこの地球資源に対する、尊敬の念、ね、リスペクトという、こういったですね、意味があると。これをですね、表すのがもったいないという言葉で、これを広げようという提唱がなされてですね、6年以上の月がもう経ちましたけども、でここ数年非常にですね、その意識が強まりまして、東日本大震災とかですね、景気低迷ということで、もったいないの精神がですね、非常に浸透しつつありまして、意識も変わりましたね。大量消費、大量生産、大量消費というものからですね、非常にもう変わってきているということです。で、リサイクル業界の拡大ということで、現在のリサイクル業界の国内市場規模は1兆円とも言われております。約1兆円で、個人でも開業しやすい点とですね、比較的少ない資金でですね、独立することができるということで、企業分野としても注目されております。で、リサイクルビジネスと古物商ということなんですけども、リサイクルビジネス、これ他人がですね、不要となったもの、これイコール古物なもんですから、引き取り販売をすることになりますので、ビジネスを始めるためにはですね、原則的に営業所を管轄するですね、都道府県の公安委員会、窓口は警察署になりますけども、古物商許可申請をして営業許可を取る必要があるということです。で、インターネットのオークションなんかはどうかということなんですけども、結構ですね、個人レベルで、この前なんかですね、桃色クローバーの浜松公園で、オークションをこうヤフーオークション見ましたら、かなり、高くて6万とかですね、7万とかザラにありましたけども、私は行かなかったんですけども、で、このインターネットオークションを利用して販売する場合なんかはですね、仕事として行っている場合はですね、同様の許可を取る必要があるということです。はい。で、レジュメにはですね、許可取得後も注意が必要ということで、特別ですね、定期的に更新する必要はないんですけども、代表者の氏名や住所、許可の内容に変更が生じた場合、それから許可者の氏名や住所なんかね、変更があった場合なんかはですね、手続きをしなければいけないということなんか、レジュメに書かれてますので、一度ご覧になっていただければと思います。で、指定された日数内にですね、届け出をしなかった場合ですね、遅延理由書などの提出が求められてですね、こういったものが重なるとですね、立ち入り検査あるいは営業許可の取り消しにつながる場合もありますのでね、注意していただきたいなと思います。以上ですね、今日はリサイクルビジネスについてお話をさせていただきました。ありがとうございます。